みなさん、こんにちは。みなさん、こんにちは。ちはエデフです。今日は、えー、この、えー、っと、長女と次女と一緒に初めてトルコ語のビデオを撮りたいと思います。えー、トルコ語ってどんな言葉なのか、もうあの、簡単に皆さんにご紹介したいと思います。この二人はトルコで生まれたネイティブスピーカーなので、 Merhaba ben Karen. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim renkler mavi ve mor. E, en sevdiğim aktiviteler cimnastik yapmak ve resim çizmek. Onun dışında arkadaşlarımla dışarıda oynuyorum. Konnichiwa, Karen Des, Cüssay えー、日本の食べ物で好きなものは何ですか？カッパムキと冷たいそうめんが大好きです。他にはおどんが美味しくて、うん、えっと流れるそうめんも美味しい。あ,あの日本に行った時にお友達の家で、あの流しそうめんマシン使って食べたもんね。

<laughs> 好きな日本の食べ物は何ですか。アイス。アイスどんなアイス?えー。中にアイス、アイスがあって。うん、外が。粘土みたいなやつ。<laughs> 粘土みたいなやつ、それはお餅?うんうん。違う?。雪見大福じゃないの?。そう、それ。それ?。あと、<laughs> 日本で食べたいものはありますか?。 納豆納豆か。お <laughs> いしいもんね<う>たくあんも食べるでしょそう、はい。日本に行ったら行きたいところはどこですかあれねショッピングモールで何したいの靴買靴買いたいそ<う> <laughs> 靴買いたいのかあとビーチランドに行きたいビーチランドで何が良かったですか 動物がいっぱいいて可愛か,かった <laughs> また行けるといいねさ<う>あのどうやってトルコ語を習ったんですかってあの、まあ、すごくよく聞かれるんですけれども私はあのほぼ独学で勉強したのでまあ結構まあどうでしょうね変なトルコ語かもしれません夫はあの笑わないで真面目に聞いてくれますけど まあ子供たちには時々その発音違うとか、それちょっと変って言われることはまあ結構ありますで。どうやって私が勉強したかと言いますと、まあ、トルコ語やってみたいと思った時に、まあ問題集を一個買って、あとはこれですね。このね、もう年季入りまくりでも字読めないぐらい。この辞書を買って、もうとにかく調べまくったので、もうこんな汚い。 こんな切ったなくなってますけど、もうこの辞書のおかげです、えー。トルコ語がね、だいぶ分かるようになりました。あとは、あのー、指差し、トルコ語会話帳かな。あのー、それを買って、それも見て勉強しました、えー。どうやって勉強したかというと、あのね、トルコにすっごい、あのー、いい女優さんがいるんですよ。ベレンサートさんっていうんですけど、 そのね、ベレンサートさんのハツルラ・セギリっていうドラマがあったんですね。もうそれが面白すぎて、本当に面白くって、どうしても内容を分かりたかったので、あの、1話90分くらいあるんですけど、それをね、ま、だいたい2回から4回ぐらい繰り返してみて、で、分からないところは、この、 辞書で調べて、何回も何回も見て、で、も口で言って、で、練習してるうちに、だんだん意味がわかるようになってきて、しかもね、聞き取りもできるようになったんですよ。で、トルコに来てから、そのまたね、ベレンサートさんのね、もう伝説って言える、もう素晴らしいドラマがありまして、あの、アシュクメムノって言うんですけど、禁断の、なんか、ドラマですね。 <laughs> それがね、もうめちゃくちゃ大ヒットしてたんですけど、それがまた凄す,すぎて、それも、まあほとんどわからない、わからなくはなかったんですけど、まあたびたび、まあちょこちょことわからない単語が出てきたら、それをまた辞書で調べたりして、もうそれでね、もうトルコ語はね、だいぶわかるようになりました。あとはあの日本でも放送された、 何ですかムフテシャン・ユズユズですね。あれのトルコ語は結構難しかったです。あれはね、ちょっと夫の解説がないと、あの、ちょっと難しかったですけど、もうあれも見て、それでまたトルコ語がわかるようになりました。やっぱりね、あの、ドラマは繰り返して見ることができるし、止めることもできるし、あの、すごいいい勉強になりました。 まあだからねあの文法とかはインターネットとかを使って自分で勉強したんですねだからまあ本当に合ってるかどうかいまだに自信はないですけどまあ、でも夫はあのー、結構大丈夫と言ってくれてるのでまあ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 、あのー、日常会話ぐらいだったら問題なく喋れるようになりましたえトルコ語というと日本の方にはまあ ほとんど馴染みないかなと思います。まあ、ドネルケバブとか伸びるアイスは、あのー、よく見かけるかと思うので、まあ、ドネルとかドンドルマ伸びるアイスのことをドンドルマって言うんですけど、まあそれぐらいはもしかしたらあの、ご存知の方がいるかもしれませんね。あとは、こんにちはっていうのがメルハバーっていうので、まあそれもご存知の方がいらっしゃるかもしれません。えー、日本語とトルコ語は、 ウラルアルタイ語族というあの同じグループなので文法がとても似ています英語なんかはあのすごく難しいですけど日本語とトルコ語はあのとても近いので勉強はね日本人にとってすごくしやすいと思いますそれからあの英語なんかは単語を見てもすぐ読めないじゃないですか単語を知ってないとあの読めなかったりするんですけど トルコ語はね、そのままローマ字を見してったらいいんですよ。あの、本当にこれは、あのー、勉強しやすいです。えー、すごく私がね、面白いなって思ったのは、ターミネーターですよ。あのー、ターミネーターって言うじゃないですか、映画のあのタイトル。日本語だと、ターミネーターで。はい、トルコ語どうぞ。えー、ターミナトル。 トルコ語だとそのままローマ字で呼べばいいからあのテルミナトールミトなんですよだからねトルコ語すっごい勉強しやすいんですよねねえー、でもあのトルコ語に特殊なあのアルファベットがありましてあのアルファベット全部でトルコ語のアルファベットは29個あるんですけど、まあ、ほとんどは あの、英語のアルファベットと同じ。でも、あのー、W がなくて、Q もないね。X もない ?X もないか。そう。うん。それで、トルコ語の特殊文字があるんですよ。特殊文字は何個あったチェーと、ユムシャッケと、ウーと、ウーと、シェーと、ウそうだね。 これがね、日本人にはね、ちょっと発音が難しいんですよ。これに関しては、またあの、別のビデオでご紹介しようかなと思ってます。え、アルファベットの読み方は、まあ、ちょっとトルコ語独特で、英語とは結構違うんですけれども、あの、一番面白いのは C ですね。あの、英語のアルファベットで C あるじゃないですか。トルコ語にも C あるんですけど、 読み方がね、違うんですよ。C はなんて読むの ?J。J なんですよ。C はね、J って読むんで、あの、コカ・コーラをトルコ語読みすると、はい、どうぞ。えっと、ね、ジョジャ・ジョラ <laughs> ジョジ。ジョジャ・ジョラ <laughs>。<laughs> 英語知らないトルコ人が、あの、まあ、コカ・コーラ見たら、ジョジャ・ジョラになるのかな これね、すごい面白いなと思います。私のビデオで難しい文法とかは、あの、やらなくていいかなって思うんですけど、あのー、日本語とトルコ語と同じ発音で同じ意味を持つ単語があるんですね。それを今日一つご紹介しようと思います。それはね、いいです。いい。はい、トルコ語でどうぞ。いいえ。いいいいえ。どう違うでしょ まあ一緒ぐらい一緒な感じ、うん、私的にはほぼ一緒だと思ってますあの「いい」っていうのはまあグッドって感じそうそううんあのねトルコ語でも「いい」なんですよいいものを見たら「いい」って言うんですよ同じだよねうん、うん、これはねびっくりしましたよでは最後に、えー、トルコ語ワンポイントレッスンですねやってみたいと思いますえっ、ー、と トルコの人は、まず、まあ、出会ったらメルハバーとか、なんですけど、その次に、もう、ほとんど、ほとんどだよね。そう。ナススンって言うんです。ナススンっていうのが、あの、元気みたいな感じ How are you? みたいな感じなんですけど、ナススンって言うんですね。ちょっと、はい、言ってみて。ナススン。これね、あの、アルファベット書くと、 中にウ<が>、えー、とえー L が入ってるので結構あの発音難しいんですけどはいもう一回どうぞ？ナスルスンちゃんとねあの L が入ってますねでもこれねカタカナにしてしまうとナスルスンになっちゃうんですね <laughs> これナスルスンってわかる？日本人が聞いて うん、日本人が来て、あー彼ナスルスンって言ったら分かる <laughs> まあ、そんなに分かんないけど、うん、そうかなって思うナス、まあ、かなって。お母さんがナススンって言ったら分かる分かる。わかるわかる。かるだからね、これね、カタカナで書くと、ナスルスンになっちゃうけど、あの、言うときはね、ナススン。ナススン。だと、 ちょっと近いナススンって言ったらちょっと近い感じ、ね。ナススン。わかるまあ、わかると思う。ナスルスンよりわかるでしょう。ナスルスンよりはすごくわかる。うん。これね、日本人に発音できない「レ」が入ってるんです。え、「レ」って言ったらトルコ語か。L「エルですね。「エルが入ってるからね、意外と難しいんですけど、ちょっとネイティブ風に言うには、私はナススンだと思うんですよ。 あの、もしトルコの方見かけたら、メラマーナススーンって言ってみてください。そうしたらね、さっきも言いましたけど、イーンって帰ってくると思います。これは、まあちょっとまた別の機会に皆様にご紹介しますけど、私は元気ですよっていう意味で、はい、言ってみて。イーン。イーン。イーが、イーっていう日本語と同じ意味なので、まあ私は元気ですっていう意味ですね。 あの、そこから会話は多分発展しないかもしれないですけど、トルコの方を見かけたらぜひ、ナススーンって言ってあげてください。多分ね、びっくりして、結構喜ぶんじゃないかなと思います。今日のビデオはいかがでしたでしょうか,か,ょうか英語と違って、トルコ語はもう本当馴染みないとは思うんですけれども、 まあ、トルコ語は勉強しやすいですし、まあ結構街にトルコの方も結構いらっしゃるので、皆さんに、まあ、少しでもトルコ語のことを知ってもらえたらなと思っています、えー。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それと高評価もちょっと押していただけると嬉しいです。それでは、ギョリシュルーズ <laughs>